どうも、シャツナです。シルクです。モトキレケス。しゃあ、本日は皆さん、ことわざって知ってますか？犬も歩けば棒に当たる、猿も木から落ちる、飴玉ってでけ。今の中に一つだけ間違いがあります。皆さん、どれか分かりましたか？はい、正解です。それはわかるわ。で、まあそんな感じで今日はみんななんかさ、教育の中でことわざってなんとなくこう染み込んでるわけじゃないですか。習う習う、日常会話とかでもよく使うでしょ。まあ使うものもある、うん、今の昭和、平成、令和になったじゃないですか。今の家屋で棚からぼた餅が落ちてくる機会ってほぼないでしょ。ないわね。もうなんかもうそれにことわざが必要なぐらいないでしょ。出てくんならせめて冷蔵庫からであってほしいしね。まあ何十年何百年の歴史があるわけじゃないですか、ことわざって。そうね。そう、だからちょっと今の現代にはもしかしたら合ってないかもしれないと思う。ああ、確かにちょっと古いと。まあ工房も筆の誤りって言うけど、工房さん、とっくの塔に天に登られた方なんで、ね。だし、もう筆すらそんなに使わなくなっちゃったんだよ。そうだね。だって今やもうペンからもうタッチパネルになってるからね。そうだね。だからちょっと今風のことわざを考えようと。今まであったことわざ例題1個ポンって出します。はい、それをちょっとみんなで今風に変えていこうと。ああ、なるほどね。はい、それもしかしたら広辞苑乗るかもしれない。乗るかもしれない。気が早いわ。筆握るとき来た。よし、じゃあちょっと早速1問目いきたいと思います。今回のことわざはこちらです。石橋を叩いて渡る。はいはいはい。こちらは本当の意味は、まあ、決して壊れることのない石橋を壊れないかどうか叩いて確認する様子、うん、だからその用心に用心を重ねてるってことの例えなんです、うん、でもこの現代世の中、崩れそうな石橋なんかねえと。うん。ということで、じゃあ早速、ことわざ変換やっていきましょう。よし。用心する様子だもんね。そう、用心する様子。用心に用心を重ねるでしょ。はい、僕からでいいですか。はい。用心に用心を重ねるってことで、これをちょっと現代風に、ちょっとドキドキ感も込めて、こちらにしました。うん、はい。LINE を3度打ち直す。まあ分からんくもないわ。間違ってないかなっていう。目上の方とか気になってる子とかには何回か見直すわ。そう、で用心に用心を重ねるって意味で LINE を3度打ち直す。はあ、ちょっと現代っぽくない？確かに。そう、やべえ、俺もっとしょうもないこと書いちゃった。ちょっと気になる。ちょっと見てこいよ。じゃあ、はい。スマホにガラスフィルムを貼る。それ用心ぐらいだね。普通だよ。用心に用心じゃないね。はい、用心に用心だな。これいっぱい確認しないと思う。ウニ、クモ、パパイヤ、スズキ。いや、違う違う、どういうこと？あれ、黒いな。あれ、モワモワしてんな。ウニ、クモ、あ、パパイヤ、スズキ。シルエットじゃね。シルエットね。嘘。用心じゃねえじゃん、確認に確認重ねてるだけよ。用心だろ、一応。用心だろ、気をつけてはない。それ、用心じゃなくて、遠くから見てるだけ。俺できちゃったんだけど、いいっすか？俺も強いのできた。ちょ、静かに。用心に用心重ねることね。LINE 教えて一線超えるな。なるほど。 LINE を教えて、こっからいろんな勧誘とかいろんなね、友達の誘いとか、まあ、誘惑が多いから一線は超えるなよって意味で用心に用心重ねる。うわ、急に大人やん。どうしたの？パパイヤからの反動すごいね。マジで。俺かなり強い。多分これで決まるんじゃない？俺が考えたのはこちら。メイクしてスノー。うわあ。なるほどね。確かに加工に加工だから。加工。ああ。もうこれでしょ。石橋を叩いて渡る。でも一個だけはして、メイクを加工っていうのはよくない。加工です、あれは。技術、技術。技術。お前めちゃめちゃ色目と敵に回したぞ、お前。取れた方がいいぞ、この辺で。加工は言い過ぎたな。そうだ。まあでも言葉の意味的には。まあでも、はいはいはい。可愛くなった上にもっと可愛くすると。ああ。じゃあ二問目いきましょう。はい。次のお題。スズメの涙。スズメの涙っていうのは、まあ、ごくわずかなことって意味なんですけど、うん、もうちょっと分かりやすく現代風にできるんじゃないかなと。オッケー。ということで2問目いきましょう。はい、まあ、これどうかな。現代のスズメの涙、こちらです。ポイント2倍。ああ、まああんまり多く感じないのは確かに言えてる。まあ2倍なってもみたいな。はい。いや、これ俺も前から疑問に思ってた。こちらです。シルクの睡眠。あ、それはね、マジ少ねえ。現代版かどうか怪しいけど少ないね。ごくわずかだわ。ごくわずかではあるかもしれない。でもね、俺のことわざになるのはちょっと名前的にまだちょっとちっちゃいんで、じゃそこまでいかん。でもおっきいところからことわざって生まれると思うんだ。もっとおっきいところ、これ、はい、アップルの端くれ。うわっ、角。そう、角だ。ここ、ああ、アップルのマークですらちっちゃいのに、ここちっちゃい。ちっちゃい、オブちっちゃいわ。だからアップルの端くれ。おお、まだ
気だね。なんか今の結構決まった感じしたな。ほんと？ということでじゃあ次行きましょう。はい、次、はい、3問目。このことは多分みんな知ってる。猫に小判。はぁ、小判ないやん。小判がない、ね、はいはいはい。で、まあ一応説明すると、猫に小判は価値のわからないものに貴重なものを与えても無意味ということです。そう、豚に真珠と一緒みたいなやつだよね。そうそうそう、豚に真珠はまだありそうじゃん。まああるね。猫に小判って、小判、小判も使わないな。小判がないもん。ということでこれをちょっと現代風にしていきましょう。はいはい、価値分かってねえだろっていうことだからね。そうだね。はいはい、こちらキャットにビットコイン。キャットって言われていいじゃん、猫や。キャットで今はキャットの、今キャット、横文字になる。調子こいてるだけじゃん。音はいい。猫に小判、まあ音いいやん。まあそうだね、音いいの大事なの。確かに、確かに、うん。あ、これ音、音はあれかもしれないけど、僕のね、はい、ムカデに VR。 うわ、意味ねえ。すごいな、猫からさらに下行ったな、なんか。そう、ムカデに VR。 ムカデそもそも目どこやねんって感じなのに VR 見えるかも。なるほど。え、ちょっと俺ムカデに VR 好きだな。まあ一応じゃあ出しておきましょうか。うん、はい。クラゲに Uber Eats。 次、はい、次行きましょうか。じゃあ最初問題いきましょう。はい、じゃあ最初冒頭でも出た棚からぼた餅、これ最後の問題です。うん、意味合い的には思いがけない幸運に出会うことかな。うん、そうだね。じゃあ僕、はい、出してもらいます。いや、これは平成に流行った言葉だけど現代にも持ってきたい。お、降る雪が全部メルティーキスならいいのにね。死ぬぜ。だいぶ上から食ってんだ。位置エネルギーとんでもないな。うん、あ、じゃあ、いきます。お、星5確定。あー、不意にハッて開いて、おラッキーってなる。はい、ふとした時に幸運が来ることじゃん。寄り道にミシュラン。めっちゃいい。あ、それはすごい、それはすごい。それはいい。あ、ここミシュランなんだ。結構下がりみたいなやつ。あ、それはすごいわ。それは幸運、幸運でしょ。あ、そういう感じか。 OK、 まあ、ある程度幸運ではあるんだけど、うん、ささやかな幸せかなっていう。うん、おう、うん、あったラッキーぐらい。冷蔵庫にレッドブル。おお、まあまあラッキーだわ。 あったみたいな。そうだわ、バランスで鼻からボタン持ちぐらいで。そうだね。そうそうそう。はい、思いがけない幸運です。うん、はい。居残りにあの子。あ、おお。居残りでもうめんどくせえと思って残ってたら、お前も、うん、私もちょっと隣いい、うん、いいよっつって授業やって帰るっていう。最強なんだけど。ちょ、ボタン持ちと比べるにはグレースだから。あの子もかわいそうだよ、ボタン持ちと比較されたら。確かに。いただきました、居残りにあの子。はい、ということで企画終了でございます。ありがとうございます。すごい、うわぁ、甘酸っぱ。そんな気持ち忘れちゃいかんね。そうですね、はい。うん、うん、うん、これ、オチが見つかんなくて大変困る様をカメラを止めるなってし。あ、おお、決定。決定。動画見てくれてありがとう。ツインダイヤセカンダリをぜひフォローしてみてね。いろんな活動をしてするぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。アデュー。アデュー。